お疲れ様です。あ、周り音ね。はい、よし。今日もよろしくお願いします。はい、もう全然飲んどりますけど。今日が動画4本目っていうことで、本当やったら1本目に来る自己紹介動画を撮りたいなと思ってるんですけど、ちょっと自己紹介動画撮ってもいいですか？撮っていいですかもな、セットしとるやん。撮るつもりだよ。撮るつもりです。うん、分かった。クラ大将は今、職業は 何になるんですか？経営者ですか？ラーメン屋大将。本当は現場が好きなんよ。はい、現場に降りたいっちゃけど、はい、もう降り場がないよね、今もう。降り場がない、うん、やっぱり、あの下の子たちが育ってくれたおかげで、でも本当おかげと思う。あ、だけど、俺お手伝いさんやね、今。職業職業お手伝いさんや、俺。そんな、初めて聞きましたけど。でもその、今もお手伝いもしてないけん。はい、なんかもう、なんやろうね。大将の日頃やってる仕事って何なんですか？日頃やっとるのはあのやっぱ他のラーメン屋さんとお付き合いしてみたりとか、自分が出ていくことによって何かつながり作ってその前のために持って帰ってくるっていうのがなんか漠然としておくと俺の仕事だよね、多分今は。やっちゃうならやっちゃって、うん、まあラーメン屋1店舗から始められたと思うんですけど、僕そこまでは知ってるんですけど、その前のクラッタ大将知りたいんですよ。大丈夫かな。そんな人生呼ばれたんですか。ここ地元ですか。地元ずっと前だし。ああ、で、俺5年間大学行って、言うて 1,2 年で全然単位取れてなくて、要はその遊び寄ったし、その間結局そこからいろんなつながりができて、5年の時にあのおもちゃ屋さんを始めたんよ。おもちゃ屋さん、うん、始めたというかフランチャイズで。あ、フランチャイズ、うん、その話があったもんやけん。飲食スタートじゃない、じゃないじゃない。32までぐらいしたかな。32まで、うん、どうして5年して6年目でもうこれ以上やってもどんどん赤字が増えるなと思ってうまくいってない、やめた。うん、だって27歳の時点で2700万借金してたけん、でそれがどんどん膨らみつつありよったとよ。はいはいはい、うん、だけどもうそこでやめて、そのタイミングぐらいでじいちゃんが亡くなったんよ。そのタイミングでばあちゃんがこう近くでなんかこう飲めるところが欲しいって、はいはいはい、っていうところからやったこともない飲食店をし始めた。居酒屋さんみたいな、うん、これし始めたのがきっかけ。そうだったんですか。それも前出しでしょって、でまともに飲食店しようっても言い方悪いけどそう儲かるわけないわけ。友達がこうやってこうどんどん来てくれるけど、要は外からの力ってないやん。テレビ主催なんか来るわけもないわけよ、そういうとこって。で日の目を浴びないことをやりよったわけ、はい、今思えばね、はい、俺は毎日楽しかったよ、みんなと飲みよったらガンガンで普通に生活もできよったよ、それで。あ、そうなんですか。でもきっかけは、まあ、いろんなところで方々で言うとけど、そのきっかけはもうはしょるわ。それはもういろんなあの動画を見てください。逆にまあ、いろんなきっかけがあってラーメンを作ることになりました。で当然なかなかラーメンなんてできんよ。でそれはまた右往左往しながら、やっぱ毎日睡眠時間2時間ぐらいよ。ほんと居酒屋もしよったし、ラーメン屋だけでもきついのに、それも居酒屋の仕組みもせないかんってやっぱ無理なんよ。もともと20杯やったんよ。まともに生活しようと思ったらやっぱ一人でやりよってもやっぱ40〜50は欲しいじゃないかな。ですよね、20杯って少ないんじゃないですか。だからそれはもう趣味でしょったっけ最初。趣味からのスタート、うん、スモールビジネスみたいな感じ。ビジネスではない、趣味キラキラ。自分が食べたいラーメンを自分が作ってみて、あ、なんとなく完成できたなと思って商品化して、それがありがたいことにわっと広がらせてもらえて、そっからもうどんどん来てくれるようになってさ、はい、で11時オープンでシャッター開けたらもうすでに20人並ばれとったとかさ、言うたら今の本店の店長だってそうやけど、常連様からだんだんうちで働いてくれるような人になっていって、で今は本店の店長してくれたり、で俺の身が開くようになっていく。だから俺の身が開けば俺は違うことができるじゃない。でやりよううちに何かをしたくて俺動きようじゃなくて、やりよううちに何かしたくなることが見つかるんよ。だけこうなりたいっての別にないん。うん、駒屋をこうしたいもない。なんかやりよううちに見つかって今まで来たし、だけ行き当たりばったりちゃ行き当たりばったりで人生設計がほとんどないっちゃけど、でもここまでやっぱこう常連のお客様とかさ、もちろん従業員だってそうおったらさ、そういうわけにもいかんよね。やっぱいろいろ考えていくようにはなってきた最近は。だけどこうやって YouTube もして、で
うちの売り上げとかじゃなくて、例えばよそのことを応援することによっていずれも何かの形で戻ってくればお金じゃなくて、だからまた違うこともできる。だって万が一そこでよくしとけばさ、うちがポシャった時に、はい、うちの従業員やったらいいよってよそが受け取ってくれるかもしれんや。なるほど。なんならもうそのぐらいの勢いでいかんとブレーキをかけながら勢いったって進めんもん。全力でもう一点集中でやっぱり いかんと、そこはだけど面白いものを持って帰ってこないかん、ね、俺は俺で出て行ったとしても。だけどやっぱ飲むし、まあ飲まんでも楽しければ一番いいっちゃうけど、まあもともとお酒好きやったら飲むよね。そうですね、その小前屋さん本店がね、で落ち着いて、でまた2号店出されたんですよ、箱崎にね、箱崎に、うん、その2号店出されたのは雇用を増やすためですか。そうね、雇用の枠を開けるためかな、イメージは。で、もともと2号店は今みたいな感じじゃなくて、俺の研究室として使いよったんや。研究室、要は会員チケットを買ってもらって、はい、で、俺が研究したラーメンだけど、豚骨ラーメンだけじゃない、いろんなことがやりたくて、俺は、うん、なんかこう、探究心の部分、はい、でも初めて、全部いろんなものを初めてするわけ。でもそうすることによって、もっとなんかこう、勉強になってそれを落とし込んでいったら、またさらになんかブラッシュアップできたりもする可能性もあるやん、はいはい、できるとは分からんよ、それは、うん、10枚綴り、だけど10回分のラーメンが食べれるチケットを前金で買ってもらいよったんよ。それが会員証なんよ。あ、どんなラーメンが出てくるか分かんない。もうそのチケットを先払いで買ってくれる方がいたんですか、ね、そう。へえ。もう先にもらっとおけさ、原価計算もせんでバン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 いいもん使いながらとかやったりとかして、で、そんだけで初めてこう、あ、こんだけのものを作ろうと思ったらこんだけやっぱ原価かかるんやなとかいうのが、いろんなことをやることによって分かっていった部分もいっぱいあるし、会員制やけん、あのガラガラって入ってこんわけよ。そうですよね、うん、ってことは集中できるやん。そうですね、うん、ものに、うん、やし、来てくれるお客様にも集中できる、うん、やし、俺が喋りながら何かをしよっても文句言わんよ。確かに。だろ、そもそもファンやけんこうてくれとおうわけやし、そうです、文句言うぐらいだったら買わん、うん、そこを。確かに。で、俺がやりたいことに賛同して買ってくれてる。これはクラウドファンディングが今あるやろ、はいはいはい、あんなんがないぐらいの時にしよったけん。あ、もうやってたんすね。もちろん言葉としてあったと思うよ。でもみんながやりよう前に俺はやったつもり。うん、で、そうこうしよううちに、今箱崎店の店長へね、が入ってきて、でもその間は、やっぱいきなり店長なんかできるわけないけん。本店で働いて、で、俺はその箱崎で会員制のことをしよう。っていうのからまた入ってきたら、ところてん方式に、押し出さないからね、本店にその何にもいらんけん。だから俺は逆にところてん方式で俺が押し出された感じ。枠がなくなった、枠がなくなった俺の。今後倉田大使はこうどういう風にやっていこうっていうのはちょっとあるんですか。基本設計が行き当たりばったりなのは変わってないわけ。あ、それじゃ変わってない。だけど俺がもしこれを一人でやろうとしたら本当ブレブレだと思うよ。だからあなたに頼んでるんよ。俺の舵取りはやってくれない、うん、で、俺は中で遊ばせて、それだけよ。あ、なるほどですね。うん、で、俺を面白おかしくしてくれるのはもちろん俺も一生懸命頑張るよ、もちろん頑張るけど、ずれ寄ったら方向修正してよ。そういうことよ。はい、その YouTube をやる中でさっき言われてた、あの他のお店を紹介して、うん、まあ、クラッタ大将、まあ、またはコマヤを知ってもらうっていうために YouTube も活用できるって言われてたじゃないですか、うん、他に YouTube にこう感じてる可能性とかってありますか。わー、今のとこまだ分からんね。それもやっぱ走りながら、走りながらじゃないと分からんと思う。進むって決めたら進むけど、その何かが見えて進みようわけじゃないとよ。なるほど。でもそこがもう見えとうとかゴールになるのも嫌や。見えてないけん、見えてなくて進めばずっとゴールわからんやん、ね、ずっと全力でいける可能性があるやん。そのような感じです、はい、今後ともよろしくお願いします。